皆さんこんにちは。福岡第一高等学校第一薬科大学附属高等学校合格、本当におめでとうございます。早速ですが、皆さん合格証と一緒にこの用紙は入っていましたか？これは ICT 教材であるスララの ID とパスワードの用紙です。この ID とパスワードでログインしてもらって、一緒に楽しく勉強していきましょう。お渡ししたスララ ID パスワードの用紙に書かれた ID とパスワードを入力してログインボタンを押してください。パスワードが間違っている場合はこのような画面が表示されますので、もう一度パスワードを打ち直してください。この画面になったらログインができています。ログインするとユニットリストという欄がありますので、自分の勉強したい教科、苦手な教科、好きな教科、何でもいいので選んでみてください。次にそのステージの中にレッスンというのが出てきますので、勉強してみたいレッスン1、ユニット1、そしてスタートというボタンを押してください。するとこのような形でスララの学習画面が出てきますので、実際に学習をしてみてください。タブレットだけではなく、このようなノートパソコンでもすることができます。ただし iPhone ではお使いになることができません。ご注意ください。入学すると、皆さんに一人一台 iPad をお貸しします。この iPad を使ってみんなで一緒に勉強していきましょう。お使いの端末のブラウザで福岡第一高等学校または第一薬科大学附属高等学校と検索してください。検索してホームページを開いてください。ホームページを開くと大きくスララと書いてありますので、スララの画像をタッチしてバナーをクリックしてください。